中で、普段は車社会でございます、こんなところ、続きまして、本日ですね、今日磯部公民館に集合しております、中心になってご案内と解説をしていただくのは福井にお住まいでいらっしゃいます滝沢博史さん、師団会の会員でございますが、皆様ご案内の通り元田村町長さんでいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。それから滝沢さんをと一緒にご案内をいたします師団会の副会長酒井慎一郎さん、師団会の常任幹事立川忠夫さん、主に今日3人でご案内をいただきますが、師団会からも今日大勢参加させていただいております。何卒よろしくお願いいたします。今日一日じゃよろしくお願いします。ということは読んだ後であります。でこの滝沢行寸さんという方はですね、磯部と福井にありました五輪屋峰議員社の第2代の曹操でいらっしゃいまして、三夜棟であります。それでですね、裏に慶応3年元帥が中村仁左衛門ですかね、書いてあります。で磯部の方ならその中村仁左衛門ってどこのお家か分かる方もいらっしゃるかと思いますが、私は知りません。それでですね、そうです言われておりまして、住職に頼んでお経を唱えてもらったら元通りにつながったと。で、実際に両村が合併をいたしました。でその時にやっぱり名前をどれにするってかなり揉めたんでしょうね。そしたら一番その学のある方が、でこの辺にその玉池とか旧小出家っていうお家があるので、はい、今通ってきて、ここの道を通ってきて今。なるほど。足丈夫な人はいい。どれがちょっともう一回写真見せて。これこれ。ああ、なんか何地蔵って言うんですか。雨乞い地蔵。ああ、それはなんで？あのね、あ雨降るためにほら、はいはい、これをね投げ落としたわけ、川へ。お祈りしちゃ、それでそれを祀ってあるわけ。そうすると雨が降るわけですね。そうです、そうです、そうです。それ雨乞いだもんね。雨乞いです。なるほど、そんなのあるんですね。そうです、そうです。素晴らしい。行かれたっていいけど、どうしましょう。こっちは行かれ、そっち行ったって行けるから行ったっていいですもんね。どれですか、雨乞い。地蔵さんは。真ん中のやつですか。ちょっとで小柄なやつ。なるほど。なんか面白い顔してるね。可愛らしい顔してる。タモンさんって先ほどの穴子一像を掘り出したと言われている人のうちでありまして、本陣や問屋を務めた。今住んでるのは滝沢さんという方でありますが、こっちに立派な門がありましてですね、磯部の人たちが午前午前で言われてですね、だというふうに言われております。今でも磯部の古い方は鳥山というふうに言われると思いますね。消化してしまったので
明和6年1766年に、今の玉井家の当主は玉井左平っていうんですが、この方が両方の鳥居があってさ、こもってくなんて他にあんまりないよ、うん、あ、二つ鳥居があるってことですか。そう、二つあるんですよ。中ほどに、あの、あれのそこに見えるやつですか。芝宮神社が中ほどにね、これ杭の赤がちょっと濃い赤なね、はい、まあ、神社違うんですか。神社違うんです。杭が上行くと神社が右側が芝宮神社、左側が福井神社、神社え、そんなことあるんですね、はい、だから私も2年前では両方お参りさせてもらって、面白い。面白いのは神楽かみんな。どうしてそうなっちゃったんですかね。まあ芝宮神社がね、福井神社の方にあの曲がりするようになって、それでずっと年が経ってそういうことになってると思います、ね、はい、ちょっとね登りに大変なんですよね。そうですね、不規則です。あ、不規則なんだ。うん、これがねもう一個間にないと階段が。これ本当はあの首のところにですね、6体の地蔵さんが彫ってあったんですが、石が悪いから劣化しちゃってですね、分からなくなったということでありますが、それがですね、その後その語りが至ってしまうというわけで、あのこの地蔵さんを建ててですね、はい、あのそれでは皆様方、あの、滝沢家登録有形文化財でございますけれども、あのちょうど家主 の、 あの滝沢澄子さんがあの今お見えになっておりますので、一言お話だけさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様ようこそお越しくださいました。あの、あいにくちょっともう今日うちの方で行事があるんで、皆さんには自由に見ていただこうと思っております。あ、ありますね。あ、すいません、すいません、ごめんなさい、ちょっと行き渡らなくて、すいません。これはやりがこうあったんだよね、うん、なんかやりづらそうだけど、あ、そうですね、引き上げになったのね。あれないですか。これ昔、ちょっとあそこ、あの、そうそう。今日は文館の役員の皆さんも来ております。これをいい機会に、また自分の地元を見直す中で、地域づくり、地域愛というものを育てていっていただきたいと思います。今年は磯部福井をお邪魔いたしました。
来年はどこの文化をお世話になるかなと思いながら、またその節はよろしくお願いいたします。またふるさと田んぼというかふるさとウォーク、ちょっと歩きながら知らないところをこう探して新たな発見をするという、公民館主催のウォーキングでした。いい日和で本当に一日無事終わったと思います。皆さんご協力ありがとうございました。シャンソン歌手の滝睦さんにもお越しいただきました。実はですね、今日来た滝沢ひろしさん、それから滝沢家とのご親戚筋だということなので、ちょっとご挨拶、ちょこっとだけ話してもらっていいですか。すいません、ちょっとマスク取っていいかしら。滝睦です。シャンソンずっと歌っておりまして、育ったところは先ほど の藤本のご本人からもうちょっとずっと磯辺の方、まあ、ここも磯辺ですけれど、で子供の頃は何にもなくて田んぼだらけで、まず見えるのがあの風景という感じで小学校行ってました。50年間歌ってて、もっと前に東京行ってるから、18からもう東京に行っちゃいましたから、また戻ってまいりまして、またここでもまたシャンソンを皆さんに聴いていただいて楽しんでいただけるように、何かお役に立てなくちゃいけないと、また今日改めて途中から参加させていただいたんですけど、本当に強く思わせていただきました。地域の皆様ありがとうございます。ごめんなさいね、途中参加ですいませんでした。またこれからもよろしくお願いいたします。すいません、いきなり来ちゃった申し訳ございませんでした。はい、ありがとうございました。最後になりましたけど、今日ご協力いただきました徳田市団会、資料もいっぱい作っていただきまして、ご講演の陰になって支えていただきました竹内調整会長さんはじめ皆さん方にも大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。長野インターネット補足ですが、すみません、はい、自己紹介簡単にお願いします。はい、シャンソン歌手の滝睦でございます。睦さん、はい、そうですね、8回目のシャンソンコンクールっていうもので優勝させていただきまして、来年は50周年になります。でその、コンクールで石井佳子さんの事務所に入りまして、それからずっと東京で50年間歌ってまいりました。で長野、こっちでまたシャンソンをいっぱい広めたいと思いますので、どうぞ皆様、地元ですね、地元です、もう嬉しいです。今日の感想、そうですね、自分の中ルーツといいましょうかね、はい、子どもの頃の思い出とかいろいろ思い出しまして、はい、改めてもうみんなの愛をいっぱい受けて育てたんだなと思ったりしましてね、もう嬉しかったです。どうもお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。ふるさとウォークってことで今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日先頭に立って旗を振りながら、はい、お話したんだと思うんですけども、ちょっと自己紹介お願いします。今日の感想も含めて。ああ、戸倉公民館の中村と申します。中村さん、はい、どうでしたか今日は。疲れたんじゃないでしょうか。いやでもね、天候に恵まれましたんでね。そうですね。皆さんにも喜んでいただけたと思って、良かったと思っています。はい、今日は磯辺地区担当ということだったと思うんですけども、今回何回目ぐらいになるんですか。こういうのはこのね、ふるさとウォークっていうのはですね、はい、この平地これで私担当してから3年目になるんですけれども、その前は里山を巡るウォークをやってたんですね。でところがですね、やっぱり里山だけではなくて、やっぱ地域にいろんな歴史あるものがありますので、そちらの方も見ていただきたいということで、ちょっとリニューアルさせていただいて行っております。はい、磯辺というと運動公園だったりとか消防署があるとか、そんなイメージしかなかったんですけども、今日、行ってみたらいっぱいありましたね。そうですね、北海道の上戸倉宿を中心にですね、昔の本当に福井村の歴史ですね、磯辺という地域がなぜ磯辺という名前になったかということも含めて今日解説していただいたところが、やっぱり、地域の皆さんもね、なかなか知らないという方も大勢いらっしゃると思うので、そこが良かったのかななんて思ってます。
今後の予定はどんな感じでしょうか。そうですね、まあ、今回のような地跡をですね、まあ、あの方々で巡っていければなという、先ほどあの公民館長からもお話があったかと思うんですけども、はい、またあの皆様方でもしこういうところ回ってもらいたいというところがあれば、またあの公民館の方に申し出ていただければ、あのまた検討させていただきたいと思いますので、ぜひ戸倉公民館にまたどしどしあのご要望させていただければと思いますが、よろしくお願いいたします。ぜひあのいろんな希望、それから願いを叶えていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。